それで、これは一体何？通路。え？どう見ても違うじゃないか。二刀寺さん、うちをからかわないでよ。本当に通路だとしたら、どこに繋がってるの？孤独。苦痛。呆然自失。もういいよ。どんどん話がおかしくなってる。私にとってはもっとひどい可能性がある。これがここにそびえ立っているのはこう告げるためだ。それがお前に中に足を踏み入れてほしい理由でもある。背負うのが難しくてもお前は自由を手にするべきだ。死を求めるだけの人生を送る。やめてよ。うちのことを知ってるだろ。そんな才能はないって。こういうことはあかり姉さんの方がふさわしいと思うよ。いや、あらゆる術の中でお前だけがふさわしい。お前の根源を知っている。性格を持つと彼らは理解させられる。理解させられると彼らは騙される。騙されれば彼らを騙せる。ここの外こそがお前のいるべき場所だ。それにもう一つ理由がある。今の話よりもずっと分かりやすい。おじさんってば。リトストおじさん、理由を言わないでもらってもいい？わかってるんだ。でも、おじさんの口から聞きたくない。今回だけでも、うちを甘やかしてよ。一度だけでも、欺瞞する私を見たことはあるか？はっきり言おう。お前には、我々と同列に並ぶ資格はない。そして我々と共に